第141弾秘伝院の行蓮上人は俗称は三浦の何がしとかやそうなき武者なりふるさとの人の来たりて物語すとて東人こそ言いつることは頼まるれ都の人はこと受けのみよくてまことなしと言いしをひじりそれはさこそおぼすらめども己は都に久しく住みて慣れて見はべるに人の心おとれりとは思いはべらずなべて心やわらかに情けあるゆえに人の言うほどのことけやけくいなびがたくてよろずえい言い放たず心弱くこと受けしつ偽りせんとは思わねどともしくかなわぬ人のみあればおのずからほい通らぬこと、おおかるべし。あずま人は、わが方なれど、下には心の色なく、情け遅れ、ひとえに、すくよかなるものなれば、はじめより、いなといいてやみぬ。にぎわい豊かなれば、人には頼まるるぞかし。と断られはべりしこそ、このひじり、声打ちゆがみ、荒々しくて、商業の細やかなる断り、意図わきまえずもやと思いしに、この一言の後、心にくくなりて、オーカル中に寺をも忠事せらるるは、各やわらぎたるところありて、その役もあるにこそと、覚えはべりし。第142弾心なしと見ゆる者も、よき一言言うものなり、ある荒恵比寿の恐ろしげなるが、片絵にあいて、お子はおわすやと問いしに、一人も持ちはべらず、と答えしかば、さては、もののあわれは知りたまわじ、情けなき御心にぞ、物したまうらんと、意図恐ろし。こゆえにこそ、よろずの哀れは、思い知らるれ。と言いたりし、さもありぬべきことなり。恩愛の道ならでは、かかる者の心に、慈悲ありなんや。教養の心なき者も、子持ちてこそ、親の志は思い知るなれ。世を捨てたる人の、よろずにするすみなるが、なべて、ほだしおおかる人の、よろずにへつらい、望み深きを見て、無下に思いくたすは、日が異なり、その人の心になりて思えば、まことに悲しからん親のため、妻子のためには、恥をも忘れ、盗みもしつべきことなり、されば、盗人を戒め、日が異をのみ罪せんよりは、
世の人の飢えず寒からぬように、要ば行わまほしきなり。人、常の三なき時は、常の心なし。人、極まりて盗みす。世、収まらずして、胴体の苦しみあらば、都がの者、たゆべからず。人を苦しめ、法を犯さしめて、それを積みなわんこと、不憫の技なり。さて、いかがして人を恵むべきとならば、神のおごり費やすところをやめ、民をなで能を進めば、下に利あらんこと、疑いあるべからず。衣食、世の常なる上に、日がことせん人をぞ、まことの盗人とは言うべき。第143段。人の重縁のありさまの忌み近りしことなど、人の語るを聞くに、ただ静かにして乱れずといわば、心にかかるべきを、愚かなる人は怪しく異なる層を語りつけ、いいし言葉も振る舞いも、己が好む方に褒めなすこそ、その人の日頃の本意にもあらずやと覚ゆれ。この大事は、権下の人も定むべからず、博学の士も測るべからず、己たがうところなくは、人の見聞くにはよるべからず。第144段。トガノオの商人、道を過ぎたまいけるに、川にて馬洗うおの子。足、足。と言いければ、商人立ち止まりて。アナ、トートや、宿州開発の人かな。アジ、アジと唱うるぞや。いかなる人の恩馬ぞ、あまりに尊く覚ゆるわ。と尋ねたまいければ、不肖殿の恩馬に候。と答えけり、子はめでたきことかな、アジ本不肖にこそあなれ。うれしきケチ縁をもしつるかな。とて、冠類をのごわれけるとぞ。第145段。水偉人、旗の茂み、北面の下野の入道、心願を。落馬の層ある人なり、よくよく慎みたまえ。と言いけるを、意図まことしからず思いけるに、心願、馬より落ちて死ににけり。道に長じぬる一言、神のごとしと人を思えり。さて、いかなる想像と人の問いければ、
極めて桃尻にして、排外の馬を好みしかば、この僧を仰せはべりき、いつかは申し誤りたる。とぞ言いける。